Hello people, Siku Senpai here, and here is Kakegurui, Compulsive Gambler, Episode 3. So, without further ado, here is Episode 3, so let's just do it! Whoa. Oh, yes, I remember this now. あら、そんな怖い顔なさらないで。せっかくのギャンブル、楽しみましょう。くそ、出目を予測するだけの超反博打のようなもの、技術は関係ない。なのになぜここまで偏る。私がよほどの不運でなければ考えられるのは、イカ様。Obviously。方法はわからない。だが、かかってなの。あとは。 What game is this? なるほど。5箇所に6枚集中ベッド。一発で勝負を決めて、イカ様の隙を与えない。それまで、かけ方、出揃いました。では、参ります。He looks so into it. 16、22、1つでいい、当たってくれ。勝負!22、早乙女の当たりだ。あらあら。 あなたの当たりですわね。ただし判定は死ですけれど。ご愁傷様。なんだ判定。22、歯が刺さっているため判定は死。6枚ベッドの早乙女様は30倍180枚のマイナスで1800万円。百八十枚のマイナスで1800万円。百合子様のチップを合わせて 合計4960万円のマイナスで決着です。お疲れ様でした、早乙女様。回収方法は。A lot of money. 49,800,000. もう用済みですから。早乙女様、他のお客様のご迷惑になりますので。Dang. Her pride. 町民を払おうと思えば払えた。でも、それじゃ私が失った地位は戻ってこない。こんな勝負するんじゃなかった。元の地位を取り戻すなんて夢を見なければ。いや、そんなことより、シャバミユメコ、この女と関わったのが間違いだった。You see? Hey! Oh, yeah! Okay, so. Muted. So, what I was gonna say was. Just don't cheat! That's all you have to do! But then, if they're cheating, then they win. Saotome. Koski-sen wo idomu hodo oizumerarete ita no ka. Suzui-san, Koski-sen to you no wa?公式戦というのは家畜に与えられた唯一の権利なんだ。家畜は一度だけ誰にでもギャンブルを挑む権利がある。賭け金が常識の範囲内ならそれを拒むことは許されない。しかも慣例的に生徒会役員は公式戦を青天井で受けることになった。だから時々家畜から一発逆転を狙った大勝負が挑まれたりするんだ。それを今早乙女さんが。 そういうことです。おお、そう、シーズンメンバーのスチューデント・カウンセル2。おお、ようこそ伝統文化研究会へ。私、おお、いや、役員兼当研究会の会長を務めております。西の当院ゆり子と申します。ああ、リメンバー、ナイストゥミーユ。なんて聞くまでもないですわね。どうでしょう、私と一戦。我が研究会オリジナルギャンブル。 So, it's not an official game? Whatever. Oh, let's see. Let's decide the amount. It's not a small amount, but it's a big amount. Yes, let's do it. Okay. Let's see how the chip is going to be, Yumeko. では様子見で10枚。いいでしょう。両者出揃いました。では剣10本入ります。さあ
ったあった。ゆめこ、見てらんないよ。こんなバカな金額のギャンブル、やっぱりやめ。鈴井さん、そんなに心配なさらなくても大丈夫。I'm nervous. 惜しくもありません。それにチップの移動が激しいからこそ、I mean, she has the money. I'm assuming. でやめるなんてもったいないです。Well, she must have. I mean, she's the one that other man. はい。ただ一回のつぶしで予想を超えた大金が動くこの感覚、あなたも一度味わえばわかると思いますわね、ゆめこさん。ええ、病みつきになってしまいそうです。ただ、西野党員さん、ん？あなたのやり方は最低ですけど。おー、where did that come from? 今なんて聞こえませんでしたか？Oh, she's gonna say it again? あなたは最低だと申し上げたのです。先ほどの早乙女さんとの公式戦、どうせあなたの方からこのギャンブルを持ちかけたのでしょう。早乙女さんはご自身の名誉を回復するために挑まれたのだと思いますが、それだけならこんな損害が莫大になりうるギャンブルをする必要はありませんからね。弱った人間にわずかな希望を与え、さらなる絶望へと叩き込む闇金融などと同じです。あなたはギャンブルの強さはどうか知りませんけど、人間としては下の下。クソのようなものですね。うな、ユリコ様、この女叩き出し。ダーン。I was not expecting that。クマグスさん。And she's staying level-headed about it too. And I'm not her. Maybe not. She might be. 何が皆さんいます？残り全部40枚で。良い覚悟ですわね。Next.このまま普通に勝っても精神衛生上よろしくありませんわね。ストレスが微妙な大敵ですから。成果しか文字通り殺して差し上げます。 Oh my gosh. She's angry. 怖い。8箇所、ユメコもチップをゼロ以下にするなら5枚もかける必要はない。間違いなく怒ってる。やっぱり挑発は余計だった。2、1、0。西野党員さん、先ほどの言葉お気に障ったのなら謝ります。全部初めからここにかけるための出任せですので許してくださいね。どうしてって、あなたがイカ様をしているからですよ。イカ様？ええ、振り子のあの方の右手を見てください。一見ほくろのようなものがありますでしょ。確かに。これと同じものがこの部屋に案内してくださった方にもありました。どういうこと？つまりあのほくろは人為的なもの。きっとピアスでしょう。このイカ様のためだけに会員の手にピアスを通すなんて。西野党員さん、I think I know. とても素敵なことをしますね。おそらく剣の中に一本だけ磁石を仕込んであるんでしょう。振り子の手のピアスに磁気を持たせておけば、I shouldn't know. 剣を固定できます。あとは、That makes sense. 壺の側面に手を滑らせれば、晴れて目的の場所、任意の向きに剣を落とせるというわけです。そんなことを、さっきの挑発はこの回で。確実にイカ様させるための。待ちなさい。あなたがこの場所に来てから私は一回も剣の位置を当てていません。先の場でもあなたのお友達は壺を振ってからかけたのです。私が関与する余地などないではありませんか。このイカ様のよくできているところは 100% 勝てるわけではないということです。振り子が持ち手で狙った穴に剣を落とすにはかなりのコントロールが必要でしょう。他の剣が穴を塞いでしまうこともあるでしょう。 Actually, I had to be the dealer. It's only other person. 出目は運任せ。実際の勝率は大した数字にならないのではないですか。だからこそ早乙女さんもこれを見抜けなかった、不確実なイカ様ですが、あなたにはそれで十分だった。
伝統文化研究会会長で生徒会役員でもあるあなたはさぞや大金を持って鉄火場に臨んでいるのでしょうね。ならば一回一回のギャンブルに確実な勝利などいらず、相手より少し有利であればいい。何十回何百回と賭場で繰り返されるギャンブルの中で安定してプラスを稼ぎ出すことができる。このイカ様の肝はトリックではなくあなたの資金力。きっとあなたは数千万程度のお金失っても何とも思わない。ですがそれでは対等なギャンブルとは言えません。私は全財産をかけているのに不公平です。同じ痛みを感じましょう。私のベッドは40倍。もし判定がせいで的中したら、あなたの負け分21億7千万円。たった一度でこれだけ失うかもしれない。まさに成果しか。Oh my gosh!破滅だ。時短するしかない。壺を開く前ならまだ。夢子さん。お邪魔するわね。会長。Oh. どうして？なかなか面白いことになってるみたいね。かけてる金額も大きいみたいだし。こんな時はトラブルが起きがちだからね。私が見届け人になったので。会長の手を煩わせる場でもありません。このぐらいのこと私の方で。いいから黙って開けよ。じゃあ真っ青だけど大丈夫？ゆり子様。では参ります。勝負。お、銃の使徒ナナのせい。ナナ、私が適当にかけた場所は、いやそれよりも24に刺さってないですって。ユリコ様、判定せいで5枚的中ですので、チップは合計195枚。ジャバミ様マイナス115枚。ユリコ様3億1000万円の勝ちで決着です。う、嘘だろ、ユメコが負けた。まさか勝ってしまうとまでは思わなかったわ。ユリコ、あなたはなかなか強運じゃない。見直したわ。それに比べてあなたは残念だったわね。頑張ったのにこんなラッキーパンチに負けてしまって。穴熊でしょうか。これは参りましたね。さあどうかしら。What? yeah, what? I mean, ヤブマっていうのは昔長範博地で用いられたイカ様なんです。このイカ様、まず賭場の床に小さな穴を開けておくんです。その上で博打をするのですが、白布を敷いているので一見わかりません。日本家屋には床下にスペースがありますよね。この床下にイカ様氏が潜みます。そのイカ様氏はろうそくの火などで白布を透かしてサイコロの目を確認し、出目によっては針をサイコロめがけて突き刺します。そうして胴元の有利なものに変えてしまう。おそらく生徒会長は今回磁石を使ってそれと同じことをやらせた。おお、剣を磁石の反発で下から弾き飛ばしたんです。西野党員さんの様子から考えると彼女はこれを知らされていなかった。一本当てたのは偶然、まさに強運というわけですね。でもさ、それは日本家屋みたいに床下にスペースがある場合だろ。スペースならこの部屋の上に作ればいいじゃないですか。そういう建築にすればいい。いえ、もしかすると会長があのギャンブルのためだけに改築させたのかも。おお、ああ。I mean, it was kind of coincidental how they came in. Makes sense.ジャバミさん、聞いたよ。
昨日生徒会とギャンブルしたって。はい、でも負けちゃいました。うん、それも聞いた。それでね、私たち。まあ、皆さんご心配あり。何言っちゃってんの、家畜の部分。わお、ダン。みーかの心配なんて誰もしないっつーの。化け猫根性が完成しちゃうじゃん。なるほど、女子の家畜はみけ、負け猫というわけですね。猫だなんて可愛いじゃありませんか。にゃんにゃん、ギャンブル中毒の負け猫だにゃん。うっかり生徒会に負けちゃって3億も借金しちゃったにゃん。どうやって取り返そうかにゃ。もっともっとギャンブルしたいにゃ。誰かパトロンになってくれないかにゃ。なんなのこいつ、頭おかしいんじゃないの。行こう。めっちゃ walk away。 何やってんだ。おはようございます、皆さん。おはよう。ゆりこちゃん来ないね。無様な失態を晒しておいて、のこのこと顔は出せまい。せっかく勝ったのに。おはよう、さやか。おはようございます、会長。こちら、ジャバミン・ユメコ、サオトメ・メアリ、両名の計画表。 Why those two? The life skill. What? I'm confused. What's that ending? Life schedule? That was Kakegurui Compulsive Gambler episode 3. That was actually pretty good. It went by very fast. So she basically won by cheating. So, like, literally, the only way to win these are either cheating or cheating the cheater by going by their way of winning. Which is what I feel like this gambling has basically come to. Which is what gambling is, I feel like, for the majority, is luck-based. And anyways, I hope you guys enjoyed. Tell me what you guys thought about the episode below. In the comments below. So these characters are crazy. Those two council members are really, they're crazy. So next episode, we're going to see some more stuff with the student council, what this life schedule is, with Mary and the girl. I'm sorry. But anyways, that's all I gotta say, and you guys will see me in the next video, hopefully next episode or whatever. That's all I got. That's all. Well, peace. Oh, wait. I didn't say have a fantastic day. Yeah, have a fantastic day. Have a fantastic night. It's night. Weekend, life, stay safe, and that's all. Now, peace.